河原田柿一1月13日から1955年1月22日は、日本の内務官僚、政治家、林内閣の内務大臣、安倍内閣の文部大臣、幹線の大阪府知事などを歴任した。旧未正か鶴田藩士の奥村治夢優の子として、東京に生まれ、藍津藩出身の農学者、河原田森美の養子となる。養父は日本における、 水産学の先駆者であるが、一時期この絵家の家人となっていたため、か地の生涯にも、この絵踏みまろの存在が深く関わってくることになる。旧世代一高等学校を経て1909年に、東京帝国大学法科大学卒業後、内務省に入省。床波竹次郎に見出されて社会局労働局長、台湾総督府総務長官。 県台湾総督府交通局総長取扱いを歴任後、犬飼内閣の時中橋徳五郎、鈴木喜三郎両内相の内務次官となる。当初は声優会系の内務官僚と見られていたが、この絵踏み丸の台頭と共にその側近として注目されるようになっていった。1937年臨内閣では、この絵との関係もあってか内務大臣を拝命。 退任後の1938年1月7日に、貴族院直選議員に直任されている。同年産業報告連盟理事長。1939年には、安倍内閣で文部大臣を拝命する。戦中の1943年には、感染の大阪府知事となる。同年に健康保険組合連合会会長。1946年9月から、公職追放。 同年5月14日、貴族院議員を辞職。1952年の第25回総選挙に、中選挙区福島2区から自由党公認で、立候補して、当選、再選も果たしたが、2期目在任中に死去した。ABC 河原高吉関係文書、県政資料室の所蔵資料国立国会図書館、官報第3302号、昭和13年1月8日。 漢方第5799号昭和21年5月17日漢方第2 6 4十号助任及び事例1921年5月21日漢方付録1941年11月21日事例にありがとうございます